問は先生がやりたーい。あ、先生。お姉ちゃん。先生に言われてきたのに大道芸部にならないんですけど。やっぱりお姉ちゃんの差し金か。あれ、なんか揉めてる？じゃあ面倒だし。よっしゃー、私の勝ち。重さだけじゃなくて形も加味して。あんたらいいのか、それで。うさんくさい先輩。3、2、1。ほら、どんどんまぶたが重くなってきました。寝た？俺に聞きます。おかしいな、本の通りやってるんだけど、どこでミスったんだ。よくそんな怪しい本買いましたね。助手が寝なかったのは催眠術の順番を間違えたからね。筋肉、五感、時間と記憶の順に催眠を深くさせていく必要があるんだけど、さっきは五感を先にやっちゃったってわけ。ちゃんとかかれば操り人形みたいにできるって言うから楽しみにしてたのに。そんな邪悪な発想でかけられてたまるか。だから最初は筋肉のコントロールから。まず手をしっかり合わせて人差し指だけ伸ばします。そして人差し指の間を見つめると指が勝手に静かにやってくださいよ。プープー。催眠にかかりにくい人の特徴はね、疑り深い、気が散りやすい、想像力が貧困、霊感だって。要するにバカほどかかりやすいって意味ですね。